ザウバー C13 は、ザウバーが1994年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、アンドレ・デコルタンツ・トレオレス。前年と同じくイルモア製 A、V10 エンジンを搭載するが、メルセデス・ベンツが、F1 復帰を正式表明したことにより、エンジン名柄が、ザウバーエンジンから、メルセデス・ベンツエンジンに変更された。チーム名も、 ブローカーザウバー・メルセデスとして出発したが、スポンサーの契約不履行により、ザウバー・メルセデスに変更。東京スイスの企業であるスウォッチグループがスポンサーになり、マシンにィーソのスポンサーロゴが描かれた。第6戦カナダ GP では、このレースで F13200 戦を迎えたアンドレアでチェザリスを祝うスペシャルカラーリングで出走した。ドライバーは、 前年から継続参戦するカール・ベンドリンガーとベネトンへ移籍した JJ レートの後任としてハインツ・ハラルド・フレンツェンが F1 デビューを果たした。フレンツェンはメルセデス・ジュニアチームでの英才教育を受けており、ミハエル・シューマッハ、ベンドリンガーと共にメルセデスの若手サンバガラスが F1 に揃い踏みした。フレンツェンは デビューレースのブラジルグランプリで、いきなり予選5番手につけ周囲に衝撃を与えるも、決勝ではリタイアした。第15戦日本 GP では全日本 F3000、時代に走り慣れた鈴鹿サーキットで、予選3位を獲得。最終的には4度の入賞を果たし、チームのエースに成長する。チームメイトのベンドリンガーも、開幕戦で6位。 第3戦サンマリノグランプリで4位と3戦中2戦で入賞。波に乗ったかに見えたが、第4戦モナコグランプリのフリー走行中に、ヌーベルシケインでクラッシュして、意識不明の渋滞に陥り、一生意識が戻らないとも言われた。奇跡的に一命は取り留め、数週間後に意識も戻ったが、残りのシーズンすべてを欠場することとなった。 クラッシュの際、ドライバーの頭部が剥き出し状態であったことが重傷を負った原因とチームが独自に判断したこともあり、翌大6戦からコックピットの両脇に頭部の安全を守るサイドプロテクターを自主的に装着するようになった。このサイドプロテクターは1996年からレギュレーションに加えられた。ベンドリンガーの代役として 第6戦第14戦は、アンドレアでチェザリス。残りの2戦は、JJ レートが起用された。チェザリスは6位入賞が一度で、残りのレースすべてでリタイア。レートもノーポイントに終わり、獲得ポイントは、前年に並んだものの、ランキングは一つ下の8位となった。ありがとうございます。